歪みもない、すごい素晴らしい、さすがエヴァニュー世界一だ。じゃん、これはね、まあ七輪ですね、どう見ても七輪をですねアウトドアで使ってみたかったんで、とりあえず買ってみました。うちの近所のホームセンでですね、税込み1450円ぐらいで、日本製って書いてあったんで、まあ思わず残り1個ということで買っちゃいました。これでね、今テントの中で七輪ってちょっと無謀なんですけど、まあずっと お伝えしてる通りですね、ちょっと嵐というかストーム気味なんで、まあテントの中のね、換気は十分行ってますんで、まあこの中でやってみたいと思います。日がね落ち着いてきて、まあテントの中に入れても、まあ匂いはねもうしょうがないんですけど、これねマングローブの炭なんで、火が高くなっちゃうんですよね。まあその分燃えるのも早いんですけど、あの備長炭みたいにねほとんど炎を出さないのもあれば、これはこれでそういうもんなんでしょうがないということで、もうちょっと火落ち着くまでもうお湯でも沸かしておきます。じゃあそろそろ、はい、炭も白くなってきたんで、雷だ。さあ、じゃあいいよ、はい、どうぞ。どれから、どれでも、さーて、じゃあいいね、七輪といえばこれね、なんだイチコ、おっさんとおばさんが、そう、これ塩、塩は任せるよ。さてと、うわいい匂い何これ、すごい。さあお湯はやません。うわすげえ、ほかほか、沸騰してるよやませんの中、はい、はい、じゃあ焼酎で焼肉す、はい、いただきます。あー効く、だからもう食えるこれ、うん、いやいや、牛タンいただきます。はい、どうぞ。うまっ、ほんがうまい、うん、それはよかった。もっといっぱい買ってくればよかったな牛タンね、うん、この辺だった、焼きが難しい。これがついてしまった。いただきます。塩コショウ。うまい。
これすごい、こんなだったの、うん、いくよ、はい、ではじわじわいきましょう、うん、すごい。すごい豪華。豪華チキン。うん。あ、もう焼けてる。後ろ危ねえ危ねえよこれ。少しさ遠火じゃねえと、うん、表面だけ焦げて中生焼けだから。うん、ちょっと遠だけ。うわ、すげえ。あ、火通ってる。あ、もうちょっとだ。もうちょっとだ。待って、どうする？切る？まだいい。ん？まだいい。まだいいよね。うん、うわぁ、これすごいんじゃないこれ。これ断面もさ、ほら、縁石なんで。これちょっと。これどう食べてるの、うん、焼けたようです。焼けたようです。冷まさないと私熱くて食べられないです。いただきます。回す。あー、危ない。レモン風味だった、うん、あ、タッカンそうだ、うん、ちょっと味薄い。うん、いいんだよ、うん、ちょっとこれ、うん、はい、はい、野菜です。とりあえずナス。ナス。ナス。ピーマン、ふん、ふん、ふん、ピーマン、ふん。うん、うめ、うん、ピーマンうめえよ。じゃあそろそろラストのごちそうお願いします。本日のメインイベント、これなんか食べたかったの。美味しいかどうか分かんないんだけど。美味しいよ。下がり。はい、お願いします。はい、どこなんだろうね、下がりって。あんまりよく分かんない。全く分からない。あんまりどころじゃないよ、私。下がりっていうのはなんだろうね。ね、うん、美味しそうな肉。うん、俺の好きな、ねえ、うん、好きな感じじゃない、うん、なんか諏訪の焼肉屋行ったでしょ、うん、ねえ、うん、行った。あの時にも下がりあったんだけど、うん、なんか
オーダーできなかったんだよ。お腹いっぱいになっちゃった、うん、うわ、いい匂いだろこれ。ねえ、うん、いい匂いだこれ。後のお楽しみに取っておこう。いやあったかい。あったかいでしょ、うん、あったかいでしょ。やっぱこれすごいよね、うん、すごい本当に。いや、あったかいわ。いや、ここ開けといてもこんなあったかいんでしょ。ねえ、ということはこれさ、あの暖房で俺入れとこうかな、これ寝るまで。ねえ、うん、快適に眠るためにもさ、これね、下がりなんか色がよく変わんないんで分かんないんだけどちょっと食ってみます。どれどれ。あ、おいしい。これどれ食べる。これ、うん、食べる。おいしい、うん、もう結構安い。うん、そうだね。よいしょ。うん、これは、俺は好き、うん、どれ。あ、私も好き。うん、独特の、うん、帰り分かった。これこっから遠赤出てんだ。これこっから、うん、ボディーから。こっちもあったかいよ、うん、これボディーから、ボディーがね。さあ、焼けました。はい、下がり、こんな、これこんな美味しいと思う。ね、美味しいよ。どうぞ食べてください。はい、いいね。いいっしょ。お湯も沸かせる。もったいないからさ、うん、つまみもいっぱいあるんだよ。食ってねえだけで、うん、お菓子もね。お菓子も